あの揺れてるのも実は心地よいとかもね。うん、伝えられへんな。今からバーベキューを食べます。いやもうね、今1時間半ぐらい、あの淡路島じゃない、あの和歌山の方から、船乗りまして、ここ淡路島の南端ですね。南端の、何でしたっけ？ふくら湖。ふくら湖というところに。ふっくらした港で。ジャノヒレ。ドルフィンパーク。ジャノヒレドルフィンパーク。であり、ジャノヒレバーベキューガーデンであり。ガーデンであり。ジャノヒレフィッシング。フィッシングパークでしたね。フィッシングパーク。はい。そういうちょっとそういうところにいまして、今からバーベキューをいただきます。はい。未だにですね、あのなんかこうタイミングがなくて、誰が誰なのかわからない状態ですけど、はい、あの土生くんは相変わらずアウェー感バリバリです。はい、頑張りましょう。